よう、俺だ、アルランディスだ。元気にしてたか？この動画はサムネイル、もしくは動画のタイトルでわかるかもしれないが、2019年の10月の19日、20日と2日間続けて、まあツイッター上で遊んだっていうのかな、みんなと遊んだアルランディスとコイントスっていう、まあ、どこかで聞いたような企画の動画があったんだが、そいつのまとめ動画、勝負の始まりの動画から勝ち負け4パターン、もうちょっとあるな、7パターンぐらいかと、隠しキャラ1体のおそらく、まあ、8本9本ぐらいの動画のまとめになる。なんでまとめたかっていうと、俺のツイッターのメディア欄が大変なことになったからだな。まあただツイッターに上げただけで消しちゃうのもね、もったいないっていうのと、まあ長く見たいって言ってくれてる人たちもいたもんだから、全部まとめて YouTube に上げちゃおうかなっていう魂胆だな。まあぜひね、そんな企画知らなかったとか思う人は、おそらく俺のツイッターをフォローしておくと、今後ね、まあ、企画って何もプレゼントしてないんだけど、まあ何かそういうのがあった時に見れると思うから、まあツイッターのフォローも忘れずによろしくな。それじゃあまとめ動画いってみよう。今度はコイントスで勝負。俺が投げるコイン、アルかランディスか、どっちが出るか当ててください。もし当たったらなんかすごいいいことが起こりますよ。ほな、投げますよ。ではアルかランディスか選んでください。ある、俺の勝ち。いい勝負でしたね。でも結果が伴わないと全く意味がないぜ。こんな企画に付き合ってくれてありがとう。ほな、またどこかで会おう。チャオ。ある、俺の勝ち。二択の勝負で勝てるやつこそ真の強き者だ。こんな企画に付き合ってくれてありがとう。またどこかで会おう。チャオ。ランディス、俺の勝ち。動揺してませんか？運が大事な時こそ集中力がものを言うんだぜ。こんな企画に付き合ってくれてありがとうな。それじゃあまた会おう。チャオ。ランディス、俺の勝ち。なんで負けたか明日までに考えといてください。そして可能なら140字のレポートにまとめてください。嘘だ、こんな企画に付き合ってくれてありがとう。それじゃあまたどこかで会おう。チャオ。ある、まさかこの勝負で俺が負けるとはな。今の君は何でもできるんじゃないか。ぜひまたいつか俺にリベンジさせてくれ。チャオ。ランディス、俺の負け。まさかこの勝負で俺が負けるとはな。今日の君はきっといいことが待ってるはずだ。それじゃあまたどこかで会おう。チャオ。ランディス、まさか本当に負けるとはね。見事だ。どうやら君は本当に持っているんじゃないか。ぜひまたどこかでリベンジさせてくれ。それじゃあまた会おう。チャオ。おいおいおい、まさか本当に見つかるとはね。ん？どうした？本当に出てくるとは思わなかった。そんな顔をしてるじゃないか。忘れたのかい？俺だよ、マルゲリータだよ。せっかく見つけてくれた皆さんに熱々の釜焼きジョークを一つ。ついこの前、パスタとマルゲリータで
河原に行ったんだ。そしたらマルゲリーグラッツェと、まあ今のが俺がツイッターで遊んだ企画、アルランディスとコイントスの全動画なわけだな。どうだろう、みんなの元に届いた動画やお気に入りの動画があったらぜひコメントで教えてくれ、励みになるからな。いや実際ほぼほぼ俺の勝ちで終わったこの企画だが、驚いたことに隠しキャラに気づいた人が意外と多かったってことだな。まあそれだけ師匠が人気っていうのは俺も嬉しい限り。さあそんなところで最後まで見てくれてありがとう。ぜひ Twitter や YouTube、まあ、生放送のコメントなんかでね、じゃんじゃん俺に絡みに来てくれ。それじゃあまたどこかで会おう。チャオ。